私が今ヤンゴン空港に降り立ったら100%拘束されて院選刑務所に行くんではないかな <music> ミャンマー大使館の方が今日ご覧になってるとまずいんですけど、まあ、まずくもないな、うんえー、ミャンマーの NUG スー・チーさんがトップで、えー、国民統一政府っていうのができたんですね。そこののの閣僚4名と日本の国会議員の 愛沢一一郎先先生生そしてもう一人は石橋先生衆議院参議院議員それぞれ6月8日と6月11日に国会決議国軍を非難する決議を出した方をお招きして、うん、ズームセッションをやったんですよもう当然それはミャンマー大使館の方がご覧になってて翌日近くにはもう日本の外務省にクレームを申し立てていると。うん 10年後20年後には彼らは Z 世代、まあ、若者世代ですねもう国を担う中国世代に成長しているであろうし経済も再び好成長を続け間違いなく世界から注目をされているだろうその彼らが現在の日本の対応に失望したならば将来的には経済はもちろん民間外交も今のような親日一辺倒ではなくなってしまう。なぜああいいううことととを申し上げたかというと 今まで私いろいろ世界いろいろな国回ってきてますけどもその中でも一番の親日国がミャンマー人じゃないかと思うぐらいの日本人との親和性が高いんですねこれには彼たちにも理由があってそもそも今の,そのアウンサン将軍アウンサン・スー・チーさんのお父様ですよねがミャンマーを独立させたそしてその独立させた背景にあるのは日本の旧日本軍であったと。これは事実の話です、まあ、イギリスを追い出して 傀儡政権ですけどもミャンマーが独立した、まあ、ただその後に日本の軍部が居座って、まあ、アンサン将軍が嫌になって抗日戦争を仕掛けて日本軍を追い出した、まあ、日本も敗戦になったそしてその後アンサン将軍は1947年に暗殺されてしまって独立は48年になるんですけど再独立はあの全てその経緯というのはミャンマーの小学生の教科書に書いてある。さらに年に年クーーデターが起きて 最初のうちは良かったんですけどビルマ式社会主義いいうのは破綻していくんですねそうすると貧困の中でしかも軍事国家で軍事政権でどこからも支援がなかった中でも日本は細々となりの支援をしてきてきる例えば病院にしてみてもヤンゴン総合病院ジャイカ病院っていうですねジャイカっていうのは日本の ODA を通して病院が作られたあるいは道路ですとか橋だとかそういったものも作ってくれたのは日本なんだよと。 いうことを教科書の中で書いてあるどこかの国とは違っていて日本に感謝の念しか持っていない部分があるんですねそしてもちろん日本から出回っている製品なんかに関しても尊敬の念を持ってた経緯があるので今でも日本の企業に勤めるミャンマー人はプライドを持っているその点、まあ、ここで国をはっきり言ってしまうとなんですけども中国の会社に勤めるのは嫌いだしプライドを持てない韓国の会社に入ると殴られるから嫌だとか 一方で、うん、例えばその東南アジアというのはこの,この地域として見るとこのやっぱり中国とのある種地政学的な競争の最前線で、はい、でこの国軍と、まあ、仮にこの NLD っていう勢力が2つあるとすると、はい、NLD というのはどんどん中国をこ呼び込むみたいな、うん、でむしろ国軍の方が中国があまり影響力を持つことについては懸念を持ってる。 そのこれまで親日的であったことと、うん、それから NLD 政権がそのままついて日本が民主化を支援すれば、うん、そのまま親日が続くっていうのは、うん、なんかちょっと予定調和的すすすぎるるんんじゃなないいかなっていうのは気もするんですけどね中国はなんでミャンマーに近づいてるかっていうといわゆる、えー、チャオピューっていう,う深海港があるんですけどもミャンマーに。そこと、えー、中国の 昆明雲南省にある訓ン,ンですよねそこと今石油原油と天然ガスのパイプラインを引きましたこれから高速道路を作りますつまり中国としてみたらそのまんまこれはすごい恐ろしいことで中国がそこを抑えてしまった段階でマラッカ海峡が仮に封鎖されるあるいは今サウスイあの東シナ海を 中国が封鎖したら日本の安全保障上大変な問題になってしまうこれはとても怖いもう喉元とに刃をつ,つぎつけられているような状態ですよね。いうことで中国としてみたらミャンマーは軍事政権であろうと民主政権であろうとどちらでも構わないっていうスタンスです。 観察してここのところは10年弱の間、日本の動きっいうのはどうだったっていうふうにお,お,お考えですか、うん、実はスー・チーさんも中国と日本を天秤にかけてた、これは当然、国益ミャンマーの国益のためには当然だと思うんですけども、嫌いがあるんですけども、根本的には先ほど軍部が中国を嫌いじゃないかということもおっしゃいました、大規模な軍も中国は嫌いなんです。 というのは経済制裁を受けていた間は中国しか相手にしてくれなかった、うん、ご存知の通り中国は足元を見たビジネスを展開するわけですから大嫌いなんですね。戦争をやってるわけですよね内戦というか、ね、もう実際後ろについてるのは少数民族の後ろについてるのは中国う、ねうん、もうマッチンドポンプは得意ですよね彼たちは。いうことも含めて大嫌いなわけですよねだけども、まあ、じゃあ日本に対してどう思ってるかっていうとまずは戦争は仕掛けてこない陸続きでもない。 え非常に何て言うんですか資金も持ってるし技術もあるこことはつながりたいという部分は非常に強く持ってたんじゃないでしょうかね。ミャンマーの国軍って北朝鮮と並ぶぐらいに多分そか外の世界との関わりが少ない、うん、もう自己完結しちゃってる、うんはい、ですからやっぱりこの人権外交とかっていうのは基本的に恥をかかせたり、うん、あのシェイミングですよね。うん こんなひどいことをやってるんだっていうことが国際社会に発信させることによって行動変容を促すみたいな部分もあるわけですけどそれが全く効かないわけじゃないですかそういう中で外の世界がこの介入で実際にこの R2P でこの外国がもうあの介入するっていうのはもう ありえないと思うんですからその期待は私は逆にミャンマーの若いいい人たたちち持ゃけなと思うんですよそんなことは絶対しないんでそもそもアメリカは絶対しないですからアメリカ以外にどの国がするんだってこですからじゃあそういう時にどういうふうに変えていくのか国軍を抜きにしてでスー・チーさんを戻してっていう具体的なこのロードマップみたいなものがどういうのがあるのかっていうのが多分なかなか見えてこないんでんかその。 いや無理なんじゃないってい諦めの議論がなんか強くなっちゃってるような気もするんですけどねまず最初にしなければいけないことってのは今拘束されてますよねスー・チーさんもウィン・ミン元大統領もそれは国軍がしたことですそしてじゃあ拘束されてこのあとどうなのか恐らく解放しないですよ国軍は、うんうん、解放したら市民から人気があるわけですからす、ね、国軍の力が圧倒的に弱くなる、うん、そして選挙をやろうでそれが民主的な選挙にはなるとは思えない ったときにまず国民が支持するリーダーがいない限り国というのは前に進めないと思うんですよ。つまり、論理的に言いますとね、うん、民主化をするんだったらという条件で借金長期してあげたわけですよ、うん、で民主化を支援するのに必要だろうからというので融資をし続けた。ところが明らかに民主化する気がない人がクーデターを起こして、まあ、あの人市民を虐殺している、まあ、我々としてはあの大変に有識自体で狼狽をしているんだけど、うん、やっぱり5年、10年ずっと狼狽し続けるわけにはいかないですから。 やっぱりこれちょっとおかしいんじゃないかって言わざるを得ないっていうのがロジカルな話だと思うんですけど、うん、まあ言ってるよって言ったり言ってないんだ実はって言ってたりど,ど,どっちかよく分かんない政策を今日本といわけですね、うんうんうん、要はつまりアメリカの政策的な重心がアジアの方にぐわーっと移ってるわけですよね。うん、でこのアメリカのアジア屋さんっていうのは意外に日本のやり方に対するリスペクトは持ってるんですよ。うん つまりアメリカの直球だけ投げてればいいっていうそういうのとは違う日本のやり方についての理解はあるわけですよね。ですから人権とか人道問題に関する主張っていうのは彼らは曲げないでしょうけども日本が独自のポジションをきちんと説明すればちょっと私は取りやすくなるような少なくともそういうことを理解してくれる人たちがなんかアメリカの政策の中枢にいるんじゃないかなっていうことを考えると 確かにミャンマーをめぐる情勢についてまあヨーロッパしかりアメリカしかり非常に厳しく出てますけどもいやミャンマーを孤立化させちゃいけないとい孤立させちゃいけないっていう日本の発想も理解してもらえるなんか土壌みたいなものは これまでと違ってあるんじゃなないかな、えーまあ、例えば日本がねアメリカが直球一辺とだ日本はシュートとか変化球ピッチャー、うん、で先発してね変化球でかわしといて、うん、いざという時にアメリカの直球でね最後締めてもらおうみたいな、うん、そういうチームワークできるんだったらそれはあのリリーフピッチャーも先発をリスペクトするし先発もリリーフピッチャーをリスペクトするみたいな綺麗、うん、な関係になると思うんですけど日本なんか投げてるんですかシュートかなんか <laughs> あ今、今ミやンマーセ勢に関しては、ンマーシュートぐらいだと。いやまあ、そこはまだちょっとあの、自信を持って何かシュートを投げてるって感じはしないですよね、これはまだね。そこですよね、なんか投げてる気がしないんでね、そこのところは。むしろやっぱり人権問題とか人権外交については、日本は及び腰だっていう部分が、でさっきの冒頭の話じゃないけど、そもそも世界で何が起きてるかっていう、以前に自分たちの足元でいろんなね、ことが出てきてるんで。<laughs>